配信見る明日、ありがとう。めっちゃ締まりのない顔してた。じゃーん、クロレラのリンゴジュース。このさ、ヤクルトみたいなやつに入ってるリンゴジュース、たまに飲みたくなるんだよね。買ってきた。乾杯。福ちゃん今日馬面やね。やば。どうやったらそんなコメントができるの。おもろ。どういうメンタル。ツイッター見てやろうと思ったけど連携してなかった。美味しいよね。なんかこのさ、リンゴじゃないリンゴ味、なんなんだろう。リンゴエキスみたいなリンゴ味がすごい好きなんですよ。なんかそう、パックのリンゴジュースとは違う味なんですよ。そうなんですよ。今日眉毛しか描いてない。青いひまわり配信あるよ。まあ見てほしいような、見てほしくないようなって感じですけど、まあ見てくれ。何食べようかな今日は。食べる前提みたいな。明日何の服にしよう。むずい。アイシャドウが何もない。あ、今日ね、また写真集届いた。てて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 んてん、よいしょ。もうないんだけど、この白が。同じのばっか使うから。かわいいやろ、Tシャツ。楽だったらマーガリン入れるの。やば。ジーンズ似合う。ありがとう。そう、前髪切ろう。短髪式します。ショーだけなくなったらどうする。どうするね。他のアイシャドウにする。前髪切りまーす。よいしょー。ちょっと一回ストレートにしよう。
結構伸びてる。パッツンにするよ。パッツンにしていく。めっちゃ伸びたね。こう思うと。やばい。それもうすぐサイン会の生写真撮るからね。大事だよ。美容師さんが見たらそっとしちゃうような切り方してるわ、多分。こんな感じかな。よいしょ。もっと切ると思ったより短くなるよ。あ、やばい。有識者だ、これは。知ってる、私は。私は君の職業を知ってるから。やばいやばい、有識者ですね。じゃあこれぐらいにしとく。よいしょ。こんな感じ。これでアイロンを入れたら、美容師さんにいつもさ、自分で前髪切っちゃうんですよねって言ったら、100均でいいからせめてすきばさみ買ってって言われる。あ、でもいい感じ。長いな、まだ。けど、ちょっと今日お風呂入ってまた調整しよう。なんか真ん中を短くしてこうなるようにしたいんですよね。
いい感じ、こんなもんでしょう。各駅停車でもいい、先を急ぐわけじゃないし、どこへ行こうか決まっていない、青春だから、ああ一つ一つ立ち止まり、僕は確かめたいもんだ、ここは違う、次も違う、見るべき場所はね、カチューシャつけときます。福ちゃんのアクスタめっちゃ可愛かった。あ、ハロウィンのやつ、そう、ハロウィンのグッズが出たよ。もうハロウィンのグッズの季節かって感じですけど、やば、ここ切りすぎた、前髪じゃないとこ、さあ前髪じゃないとこ切っちゃった。さあ、ドンキハロウィンまみれだった。うっそ。この年はウェイトレス、ツイッターに画像を載せました。メールにもいち早く送りました。ふう、今年はウェイトレスさんになりましたよ。去年はキツネだった。去年のハロウィンのアクリルスタンドバカでかかったじゃん。だから今回もバカでかいんですかって聞いたら、サイズはちょっと未定ですって言われた。ウケる、あれ決まってないんだ、おもろいよね。ボブ風にしてもらいました。なんかでもちょっとうまくできたかったんだけど、ぽいボブ風になってた。ニーハイ良きでしょ、絶対良きって言うんだっけ。そのスカートとニーハイの隙間の、あのニーハイにあんな高いヒール履いても歩けなかった。こんばんは、たまげた、また乗せるわ、ショット。タオルが結構可愛かった。珍しくハートポーズしてました。ボブ風にやってたら嬉しい。スタイル好き、イエーイ。領域展開。クリンゴー、
今日ちょっとこれ届いたよ。アマゾン限定版ポスターカードはこれでした。ありがとう。いい写真集、かわいい。ほんまに昭和やこの人、かわいい。2冊目、1日1個届くのかしら。えい、つぶやいた。え、明日ペンライト売るんだ。明日のグッズはマフラータオル、ステッカー、キーホルダー、モバイルバッテリー、ラバーバンド、マグカップ、ステッカーの昔のやつ、缶バッジ、ペンライト。なぜ、ね、ステッカーさ、昔のやつさ、これが今年のやつでこれが昔のやつなんだけど、かわいいね。昔のやつの方が好きかも。いや、こっちも、いや、どっちもいいな。買おうかな、明日。両方。ステッカーって好きなんですよね、私。なんか、パソコンとかに貼れるし。かわいい。ステッカーかわいくない？いい感じです。よいしょ。キラキラ乗せよ。もうここでキラキラ置いとこう。車に貼るの？履いてるやん。いつも履いとるがな。各駅停車でもいい。
緊張、ずっと緊張してます今キュンキュンするかな、どうだろう、キュンキュンはしないんじゃないわかんないけど、ワクワクしてほしい、盛り上がるかな、音楽を聴きに来る感じ、アイドルを見に来るっていうか音楽を聴きに来る感じにだと嬉しいかな。みちゅの歌声が良きですよ。お楽しみに。さ、なんか食べよう、餃子焼こう、餃子焼こう、私は決めたよ、餃子を焼くってね。急列車で行ってしまった、昔の友は今頃どこにいるのか、幸せはつかめたか、駅電車でもいい。お、かつや頑張れ、10個ありがとう、頑張ります。先を急ぐわけじゃないし、めっちゃいい曲、
うろたえて挟まれいたい次の朝がやってくる今持ってるものは捨てよう丸裸になって膝からの羨みの声を見せてさあ目を凝らしてみれば鏡が出てくる今日は12個全部焼いちゃいます。すごいよ夢をもっといっぱい見せて欲しいんだ一瞬の僕のマドンナはずごいよたとえ行かないのとしても卒業するまで一日も休まず君とここで会い続けよう。蓋をして蒸し5分蒸します。やってきました今日はあなたと私のスペシャルデイ待ちに待っていたのときめきマックス週末はいつでもあなたのためだけにあるってまるでずっと前から決まっていたみたい不思議悩んで選んだのあなたの好きな人いるの私の思いの口に見ていて餃子の食べ合わせって何？チャーハン、ラーメン、唐揚げ、米。じゃあ餃子ご飯じゃない。納豆ご飯にしましょう。納豆ネバネバ納豆ネバネバ。へえ、状況福ちゃんに送るプレゼント考えたら一日終わった。大体あれですよ、あの私がフォロー、ツイッターでフォローしてる服屋さんの、なんだろうな、ランキング上位のやつをランキング上位のやつだったら間違いないです。でも別に何でも嬉しいです。迷ってくれてるっていう事実が嬉しいけど、私のコツとしてはそんな感じかなって思う。
12個じゃ足りない？そんな安直でいいの？いいいい、だって何でも嬉しいもん。アクセサリー探したの？あ、そうなんだ。シンプルなやつが好き。あとゴールド系よりはシルバー系が、シルバー系っていうのはそのシルバーアクセが欲しいんじゃなくて、あの紐とかがさこんな感じで、金じゃなくてシルバーのやつが好きです。こういうシンプルなやつよく使う。サササササ猿の大群5匹。大西洋条約機構を乗せていく。どーん。ナトが必要やな。いただき。ついた。納豆の匂い最悪。
あ、ギルバト忘れてた、完全に。まだあと3分まで。頑張れ、ありがとう、頑張る。生命力感じるの。ちょっと余ったから、ご飯が。ふりかけで、餃子と食べ合わせるためにご飯炊いたのに、もう餃子焼ける前に食べちゃってるんだけど、なんか受ける。ご飯終わったよ。と言ってる間に餃子が出来上がりました。
めでたい。めでたい、これは。感謝、感謝。いただきます。最高。アシポンでいただきます。お箸がすごい曲がってる。歯が痛い。あ、おいしい。ちょっとでも焼きすぎかも、焦げてる。なんか今日歯痛いんだけど。硬いからだ。まだ2個しか食べてない。いや、3個食べてた。炭酸飲みたいね。炭酸出そう。ちょっと今日食事がスムーズじゃなくてすいません。
出てくるよ。炭酸。今日みはるに似てる。え、嬉しいんだけど。川崎みはるさんだっけ。みはるんツイッターフォローしてるよ。みはるんかわいいよね。みはるんかわいいけどさ、ちょっとあんまりさ、後輩だからさ、なんかあんまかわいいキャーみたいな、ちょっと言いづらくて実は言えてないけど、めっちゃ会ってみたい。川島みはるさんか、失礼。SKE さんのねペンライト OK よね、多分 OK でしょ、物販で売ってるし。キルバトやってる今でも、もう負けそう。お腹いっぱい。やっぱ餃子6個にすればよかった。餃子多すぎ。前髪いい感じだよね。はい、浜松餃子食べたことないです。ファンタが進む。今16人公演やってるんですか。16人公演やってるよ。てかユニット以外はもう16人公演以外やったことないかも。
ダメだ、もうお腹いっぱい。何人分なんだろうこれ、12個。なんか1袋に12個入りだからさ、1袋食べるもんだと思って生きてきたけどさ、よく考えたら私一人暮らしだった。家族用か俺。人数減らして公園やってる。あ、そうなの。まだやってそんな感じなのか。都会だからやっぱコロナの影響も大きいのかな。 STU16 人公演だよずっと。はあ、一人前は6個か。一回口ゆすご。ゆっくり食べればいいか。何人公演、今ならではだもんね、その16人公演以外ができるの。はあ、お、ドラゴン出たぞ。ナイス。明日はスタンディングです。別の刃なっか。ありがとう。明日緊張してる。なんか私今日口数少ないの多分緊張してるんだと思うんだよね。口数少ないでしょ今日。あ、カットあげる。また勝つとは。ご機嫌なのじゃない、ドキドキしてるの。ギュッとアットマークちゃんベラー、ありがとう。練習はしたよ。なんならもう4周年コンサート延期になったじゃん。3周年、ん、2周年、え、待って、2周年で3周年コンサートか。3周年コンサート、カンズ頑張れ、ありがとう。
あの時からずっと練習してるから、練習期間で言ったらめっちゃ長いけどさ、緊張はしてる。でもそれから結局日清パワーステーションでしかやってないから、多い日もあるよ。あの時何やったっけな、各駅停車とペダルとなんだ、夢力だっけ、あれをやったぐらいか。でも結構長いことやってないね。人前が怖すぎる。あ、やばいやばい、シンクに落ちる。タタタン、なんかないかな、落ち着くこと。てかショールームこれからずっとここでしようかな。めっちゃいいこの楽。電源がないわ、充電するところがない。どうしよう、ガールズバンドって何着るの。最近ひしなめデビューしました。お、嬉しい、ありがとうございます。確かにこんな感じでいいか、別にジーパンと T シャツでいいか。確かに STU の時とは違う自分を見せたいよね。一押しガチャあるよ毎月。あ、ミューリランドに行ったんですけど、七並べのロケで。それでカードにするので写真をくださいみたいなやつをやられたので、一押し福ちゃんにしようか迷って、ゆめりんです。じゃあ来月は私にしてよ。そうだからきっとカードになるんだと思うよ。
楽しみ。嬉しい。あのなんか特別なカードみたいなの作りたかったから。コイン貯めといてみんな。しかもさ、なんか今月もさ、ちょっとあれいけそうだよね。7位、8位以内。お話し会、なんかあれよくわかんないんだけど、ガチャガチャでくれるの一押しにする。ありがとう。なんだっけ、ちょ今月のやつあんまよくわかってないんだよね。なんか なんだっけ、お話し会ができるんだっけ、なんだっけ、ちょっと今月のやつわからんけど、なんだっけ、あと忘れした。分からんけど、なんか出演権って書いてたから嬉しくて、それを見つけたからというものをちょっとこのまま今月勝ち抜けたらいいなと思ってやってるけど、まあ別に無理せず。分からん、私あの企画概要あまり理解してない。メンバーと当たるとポイント入るの？そうなの？じゃあ今しよう。そういうこと？じゃあみんなポイント入れてよ。やばい、充電がない。20% しかない。じゃあ行くね。10、5、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、にゃんすけ。しかもこれ推しメンと当たったら3倍とかなんでしょ。やっとこう、別にそのめっちゃはなんかめっちゃ入ろうとしてるわけじゃないけど、なんかギリいけそうなら滑り込みたいじゃん。だからちょっと無理な気範囲で、そうみんなやってくれてて嬉しい、ありがとう。あ、出さなくていいのに出しちゃった。こんばんは。マントヒヒ猿じゃない？わからん、私マントヒヒあんま詳しくない。あ、やばい、出せない。はい、バースト。メリーメリークリスマスサイレンナイ、あなたに会いたい。メリーメリークリスマスホーリーナイ、ときめきがいっぱい。すぐクリスマスになるで。15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、全部。今日は
待って、今日土曜日か、明日日曜日か、なんかライブ土曜日感あるからさ、私の中でライブって日曜って感じはしない、明日土曜日って感じ。なんで挨拶してたみんな福田をした、福田どうだね、私はさ、なんかその福田あかり本人だからさ、みんなさ、だからにゃんとかさ、お疲れんこーんとか押してくれるけどさ、福田推し同士はなんか普通の時に対戦したりしてもなんかあるの、推し同士はこういうスタンプ推しとかあるの、なんかファンの人同士で空気感みたいなあるんですか、そういう。お疲れんこんするで嬉しい、そうなんだ。え、これこの人の名前でにゃんをするようにする、おもろい。この人の名前ショールームで見たことあるよみたいな、新元ゼミ現象起きる。iPhone12 の緑ですか、そうです。あるんだ、へえ、なんか親近感湧くねそれ。なんかいいね。おもろいね、なんか。なんかでもさ、自分とさ、全然違う場所でさ、生きてる人だけどさ。リップ塗った。自分と全然違う世界で生きてるけどさ、お互いなんか今この瞬間この人携帯触ってて、でかつ今この瞬間7並べを押したんだと思うとちょっと運命感じるよね。15 14 13 14 15 16 17 6 5 4 3 2 1 0。ハートありがとう。明日髪の毛何がいい？要望聞かないけど要望聞かないけど質問だけしとく。こんばんは。多分みちがポニーテールで、あーゆ、空花は巻き下ろしで、ユミリーなんだろう、ちょっとユミリーわかんないけど、ちょっとクローバー出してよ。で、葵ちゃんはショートカットだから、まあちょっと一旦関係ないとして、で考えるとまあ三つ編みとかかな。クローバーの6出して、あーそこそこ、ナイスナイス。三つ編みかなあ、やっぱでもさささささ、あ1位だ。三つ絶対ポニーするから私予言しとくわ。15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
ユミリー何の髪型するんだろう。でも写真集イメでストレートをずっとしてるから今ちょっとストレートの気分になくなってる可能性はある。ハーフアップはないね。一並べしてます。ユミリーストレートの方が好きなんだね、私巻いてるより。どっちだろう。カリンゴオールバック急にテイスト変えてく。サイドポニー、サイドポニー初期顔になっちゃうからやだな。カリンゴハロウィンのアクスタの髪型可愛かった。え、本当は大丈夫だった。私めっちゃ不安だったんだけど、不評だったらどうしよう。でももうハロウィンだしコスプレみたいなもんだし別にいいやと思ってあの髪型したんですけど、ハロウィンのアクスタの今ツイッターに今日昼ぐらいのしたやつ良かったですか。カチューシャでストレート、あー確かに私服だからカチューシャでもいいのか。確かにありだな。可愛かった、え嬉しい。カチューシャ好きなんですよね。弾くのに髪型影響ないよ。15、14、13、14、15、16、17、16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 、15、16、
通にローリズファームとかあの普通に服屋さんのさあるじゃん、ドライブじゃないです、七並べしてる服屋さんのパルコとかにあるお洋服屋さんのヘザーとかのアクセサリーとかをよく買うかな。そんな高くないし、なんかヘザーとかで服買うことが多いから、なんかそこでアクセサリーも買ったらさ、いい感じに合うじゃん。なんか、まあ、22だし、そんなさ、なんか1000円2000円で買えるようなアクセサリーをつけたらダメだとは思うけど、けどもう言うて高いの買えないし、いいんだそういうので、普通にテンション上がるもん。だから35ぐらいになったら高いアクセサリーもちょっと1個買ってみたいなって思うけど、今は流行りものをそれの流行ってる時期につけて嬉しいでいいかなって感じ。それぐらいでいいよね。だって握手会で毎回同じアクセサリーしててもさ、なんか福ちゃんいつもそれだねって言われてもさ嫌じゃん。大ちゃんありがとう、こちらこそ。世の中の女子さ、みんなおしゃれすぎてさ、なんかどこで服とかアクセとか買ってんだろうって感じなんだけど、女子大生とかの生態を知りたい。どういう風にして生きてるんだろう。あ、やばい、バーストする。あん、15、14、13、12、11、
10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。だって今時のさ、だから高校生とかでもさ、なんかディオールとかさ持ってるじゃん。どういうこと、バイトとかめっちゃ頑張ってんのかな。ファンタうまっ。福田さんブランド重視で、別にそんなことない、可愛かったら何でもいいかなって感じだから、私はいいんだけど何でも。私バイトしたことないんだよね。バイトしてみたかった、高校の時ね、バイトしたかったんだけど禁止だったんですよ、バイトが。だからちょっと憧れてて、バイトに。猫カフェでバイトしたい。いやでもダメだ、猫が死んじゃったりしたら泣いちゃうから。バイトしたい。15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。なんかお金がどうこうとかじゃなくて、なんかアルバイトってものに興味があるんですよ。何度バイトしたいだろう。みけちゃんベアーありがとう。猫カフェか、猫カフェか、何が、何やってそう。私焼肉屋とか、何でもしてみたい。でもコールセンターとかやってみたい。化粧しなくていいやつがいいな。コールセンターとか絶対化粧しなくて良さそうだもんね。ウーバー、私絶対こぼす、運んでる途中で。うわ、サーティワン、バスキンロビンスいいね。サーティワンでバイトしたい。めっちゃしたい。化粧しなくても良さそうだよね。コールセンタークレーマーで大変、絶対大丈夫だよ。私はでもダメだ、コールセンターとして雇ってもらってもその会社に還元できない気がする。なんかもうイラッとしたらなんかプチッと切っちゃいそう。暇つぶしならやめてくださいって、そんなことにクレームつけてる暇があったら自己検査に時間使った方がいいと思いますよ、短い人生ですからねとか言っちゃいそう。めっちゃ怒られそうだ、それでクビになっちゃう、すぐ。録音されてんの、やばいやばいやばい。あれ、アプリ落ちたんだけど、なんで。あ、復活。新しく始まっちゃった、七並べ。あれでも福田氏と当たった。さっきの対戦 CPU っぽかったよ。
CPU って何、あのパソコンのスペック、あ、ゲームが終了しているため対戦に復帰できませんでしたって言われた。どういうこと、ダメだ、ちょっと待って、3分ぐらい待つ。こういう時はね、ちょっとアプリ落としてね、3分ぐらい待たないとね、ダメなんですよ。本当によくなるんだよね、これ。バスガイド絶対酔うと思う。ねえ、体力使わなくて、化粧しなくてよくて、で、ストレスがたまんない、仕事がいいな。うん、なんか理不尽にイチャモンつけられないのがいいな。コールセンターとかやってみたいけど、確かになんかメンタルやられそう。できる人すごいな。でも憧れてる、憧れるな。ちょっとやってみたいけどちょっと怖いな。尊敬するわ。なんか働いてる人全員尊敬する。剥がしのバイト、剥がしのバイト絶対大変だよ。うん、ティッシュ配り、かんちゃん、さささささささ、ティッシュ配りはあれでめっちゃメンタル鍛えられた。え、ティッシュ配りほんまにメンタル鍛えられた。この前もなんかテレビの企画でなんか道行く人にいきなり声をかけて、なんか今から変顔するんで見てくださいって言って見てもらって、ありがとうございましたってやるだけの、なんかそういう周知ロケがあったんですよ。周知っていうのは恥って書いて周知ロケがあったんですよ。泣きそうになってたけど、でも全然普通に、てかまず声をかけるとかができないんですよ。声をかけるじゃないですか、やってくださいって、すいませんって。でも大体なんか危ない人だと思われて、なんか宗教勧誘の人とか、なんかその売り込みの人だと思われて、すいませんちょっと今ちょっとだけ時間いいですかって言うだけで、なんかすいませんって言ってめっちゃ逃げられて、だんだん自分の周りから人がいなくなるんですよ。なんかそれでも、まあでも私は逆の立場やったら普通に逃げるわと思って、なんかそれでまず声をかけるとこまで全然いけなかった。いや、カメラも遠くから見守るみたいな、だからモニタリングみたいな感じだったんですよ。モニタリングじゃないけどさ、だから服装も私服だったんですよ。だから結構前ですけど、すごいうわーきつーと思ってたけど、でも全然大丈夫だったんですよ。でもこれはなんか後からなんかすごい体張りますねみたいな、メンタルが本当にすごいと思う、僕らっても正直無理ですって言われたんですよ、スタッフさんに。だけど全然私はノーダメージだったんですよ。まあ普通に逆の立場やったら私も逃げるわみたいな、ティッシュ配りよりマシだわって思っていながらやってたから、全然読み出すなってことを考えると、ティッシュ配りってすごいメンタル鍛えられた。だって全然受け取ってもらえない時もあったもん。ファンの人相手だったらもちろん受け取ってくれるけど、まあ、ファンの人じゃない誰か全然いない場所でもティッシュ配りめっちゃしたから、その時はなんか全然受け取ってくれないとこもあったの。それを考えるとティッシュ配りはなんかアイドル一回撮った方がいいと思う。メンタルが鍛えられる。あ、なんかいい企画だったわ。またやりたいな。フラフラすな。怖い怖い、そんなコメントしないで、怖い、泣いちゃう。えん。10、14、13、12、11、12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 、
生だ。初期の乃木坂さんも配ってたんだ。めっちゃもうレアじゃん。なんで椅子に座ってるの？地べたになっちゃうもん。くるくる回る椅子楽しい。私将来就職したらさ、くるくる回る椅子じゃない職場にしないと絶対遊んじゃうわ。よかバイトするときにちょっとすいません、あのバイトを雇ってもらえるのはありがたいんですが、くるくる回る椅子じゃないですかって聞かないと遊んじゃってクビになるから。それもまた バイトはパイプ椅子、確かに。めっちゃかわいい、ありがとうみけちゃん、めっちゃかわいい。STU から離れんで。いや私にはアリンコの成人を見届けるっていう大役が残ってるんで。15 14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0。アリちゃん大人にならないでほしい。てかアリちゃん大人になってもいいんだけど、なんか大人になって結構いろいろ真面目な感じのことをいろいろ考えてるようになるんだとはしても、ありがとう。なんか私の前では無邪気な演技をしててほしい。演技でいいから、もう私のことは騙してて、アリさんまた子供だよイエーイアリちゃんって言っててほしい。嘘でもいい、演技でいいよ。だってその騙されたいもん。騙しててほしい、お願いだから。アリちゃん大人にならないで。歯磨きしたい。あー出せたのに、出せたのに、なんか止めなきゃと思ってバーストしちゃった。バカだと思われた、悲しい。バカじゃない、ちょいバカぐらいなのにバカだと思われてる、悲しい。アリサ社長か。私が路頭に迷ったらアリンコに雇ってもらおう。アリンコお給料くれるかな。お給料くれなくていいから、なんか家で養ってほしいな。同棲できるし、そしたら10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
ツアーやりたい。夏のツアー楽しかった。夏ツアーもう一回する？ねえ、夏ツアーもう一回しない？楽しかった。ドリアン少年もう一回やりたい。センチメンタルトレインもう一回やりたい。センチメンタルトレインが一番良かった、好きだったかも、あのツアーの中で。センチメンタルトレインってさ、死ぬほどいい曲だよね。踊りもいいし。こんなに切ない朝が来るなんて。センチメンタルトレイン好きや。スケボー落としている、こんなに本当の気持ちがはっきりできたら、くねむねの音が叩けるだろう。スクルクルダウン。これもセンチメンタルラインさ、 STU でやる前にさ、どっかでやってるんだよね、コンサートで。 AKB グループのなんでやったんだと思う。メンバーに聞いてもさ、全然思い出せないの、みんな。でもそのさ、よく AKB グループのコンサートであるじゃないですか、その選抜メンバーが AKB の真ん中で踊って、他の AKB グループの人が全員なんか後ろの方でなんか3列ぐらいで、もうでっかい山台みたいなところでバーって歌うみたいな。そういう形式でどっかで踊ってるんですよ、一回。なぜかっていうと、東京でいろんな AKB グループの人がいるときに、ヘッドバイトレインを振り付けしてもらったんですよ、フリーで。その記憶があるんですよ、あ、確実に。だけど、何のコンサートで、その、後ろでみんなで踊ったのか覚えてないんですよね。何だったっけ？全然思い出せないんだよ。合同握手会か、そうだっけ、総選挙かな。でも総選挙の曲じゃん。え、合同前役だっけ。 AKB 紅白出たことあるっけ。あるか、思い出してよかったら出たか。なんだっけ、結構最近だよ。だってセンチメンタルトレインってめっちゃ最近だよね。何だっけな、感謝祭とかかな。でも感謝祭だったらさ、ランク外メンバーだから、ランク外のコンサートでその選抜曲やんないだろうし、陸泡かな、陸泡かな、なんだろう、マジで覚えてないから、そのこれだみたいなのないんだけど、 AKB 対しての合同握手会、それ東京だった、広島だったら違う、東京で振り入れしたんだもん。四季の種の時じゃない、なんだっけ、名古屋の時は当日だったよ。何がランクインコンサートでやってた、合同大阪じゃあ絶対違うわ。なんだっけな、全然覚えてないけど、やったんですよ。その時から好きだったんですよね、なんか。全然覚えてないけど、なんだっけ、陸泡な気もする、でも陸泡な気する、冬だった気がするんだよね。だって陸泡って冬だもんね、新年1月2月とかその辺だもんね。
側かもしんない。正解が分かんないんでこれだってならないけど、なんかやったんだよな。多分陸泡だ。でもうん、陸泡だな。ああセンチメンタルドレインやって、月の種も多分ランクインしてた年だよね。月の種のフリールした気がする。そのままその日に好きなんです。私もめっちゃ好き、いい曲大好き。どうもささ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 あ、れありがとう。15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。煉獄さん、煉獄さんってあの眉毛がめっちゃなんかふさふニャースケみたいなふさふさの人。鬼滅の刃ってでも映画やってたのめっちゃ最近じゃない？今年だよね。もうテレビでやってんだ、すげえ。とらわれた屈辱は反撃の講師だ。え、去年鬼滅の映画、去年か。え、待って、コロナ禍だったよね。でも待って、コロナ禍ってもしかして去年から続いてる？これはやられた。君にやられた言葉、思わず膝をつくくらい僕はメロメロ。なかった恋の敗北宣言、君にやられたボコボコに。もう1年半経ってるの？えぐ、えぐちえぐち。最近映画見てないな全然。映画館にまず行ってないかも。もうユミリンとコナン見てから見てないな、それ以来。うん、今何やってんだろう、調べよう。えいは「マスカレードナイト総理の夫」、あー見たいな。レミニセンス、みなまた、うわ見たいな。空白、これ何、空白って何、これ概要。かけ狂い見た、あ、かけ狂い見たな。え、なんで見たんだっけ。かけ狂いなんで見たんだ、わざわざ何で見抜いたっけ。でも浜辺美波さんが鬼可愛かったんだよな。うわ面白そうこれ、空白ちょっと見たいな。映画で作ろうかな、ちょっと。竜とそばかすの姫、あ、これ南見たいって言ってたな。シャンチーテンリングスの伝説、劇場版フリーザファイナルストーケ前編、僕のヒーローアカデミアザムービー、クーリエ最高機密の運び屋、あ面白そう。マイダディ、あ面白そう。ワイルドスピードジェットブレイク、アーヤと魔女、かぐや姫は告らせたい、天才たちの頭脳恋愛頭脳戦、科捜研の女劇場版、鳩の撃退法、え藤原竜也さんじゃんこれ。ってことは面白い。
何ハトの撃退法でもこれ8時15分1回しかやってないってことはもうやってないんだほぼ。怪獣を期待してるんだよね藤原竜也さんが出てた。両マザープリンスオブテニス新生劇場版テニスの王子様孤狼の血レベル2東京リベンジャーズプリンセスプリンシパルクラウンハンドラー。水俣が見たいな。怪獣っぽい感じだったの。うわ、ルローニケンシン見たい。武井美さん出てるやつ。でもなんか事件みたいなやつが好きだな。でもやっぱ64に勝てる映画はないな今んとこ私の中で。64が一番面白かった。マスカレードナイトは何の話なの。キムタクのやつ。どんなやつだろう。ミステリーか。あ、もう全然星で分かんない。全然分からん。マスカレードホテル方法。みんな NG ワードばっか言ってる。もしかしてダメだよ。 NG ワード言っちゃダメなんだ。あー悪いね。悪い。白夜行、それはいい。白夜行本読んだよ昔、高校生ぐらいの時かな。冷たい熱帯魚は最後まで見れなかった私怖くて。なんか冷たい熱帯魚ってなんかその最後ブログじゃないですか。だから最後まで見れなかったですね。ネタバレ見た。だからなんかね、トラウマになりそうだからやめた。なんかね、ドロドロしたの、なんかドロドロ、その血とか流れてほしくない。なんかもう液体が出たらもう無理。殴ってバキッまではいいんですよ。だけど殴ってバキッってやってもう血が鼻血ビャンって出たらもうああもう無理ってなる。その鼻血なんかそのもう、そういうのが無理。白夜行はだからそれ見てないよ。映像は本しか分からん。ドクター X 見たことないな。
水着見て話はもう全然大丈夫。あるよね、そういうのでツーみたいな。パラサイトめっちゃ面白かった。パラサイトはもうほんまに面白かったね。あれはああいう衝撃をくれる映画欲しいな。またなんかパラサイトとかああいう映画だったらさ、なんか2000円払ったらよかったなと思える。今映画見に行ってもさ、なんか、まあ、面白かったけど2000円払うほどではなかったなっていうやつ多いじゃないですか。だけどパラサイトは本当に2000円払ってよかったなって思った。やっぱこの月額1000円とかでさ映画が見放題の世の中じゃないですか今。そんな中でさ1回の映画に2000円を払って、それで満足させてくれるってすごいことだなって思いません？だってね、まあ、好きな芸能人とか出てたら、その浜田稲美さんとか出てたら私は見に行きたいんだけど、見にそれはもう満足じゃん、別に2000円払ってもいいなと思うけどさ、パラサイトはさ、それ外国の映画だから好きな芸能人とかじゃなくて、もう本当に話題性だけで見に行ったんですよ。だけどもう何よりもここ最近見た映画で一番満足度高かったわーってなった。あの米倉涼子さんとか好きなんですよね私。映画館の雰囲気でお金払ってる、まあそれはある。映画館行ってなんかちゃんと映画館のところでポップコーンとジュース買う友達めっちゃ好きだもん私。一番衝撃的だったのは22年目の告白。あれ藤原竜也さんじゃね、違うっけ。黒川の手帳、そう竹井由美さんじゃないやつね。竹井由美さんのやつも良かったけど、私米倉涼子さんがめっちゃ好きなんですよ。米倉涼子さんがやってる、まあ、松本清張原作を米倉涼子さんがやったらもう間違いないんですよね。そうあれが楽しみ。でもあなたの番ですが映画化されるじゃん今度。いつだっけあれ、冬だっけ。あなたの番ですの映画いつだっけ。あれ絶対見に行く、めっちゃ楽しみにしてるんだ。来月来た、12月、嬉しい、今年か。絶対見る。12月10日、結構すぐじゃん。楽しみ。絶対見に行こう。砂の器見た、面白かった。けどちょっと砂の器はさすがにもう私が見たらなんかすごい画質ガビガビで、なんかああ昔の映画だって。そう中居くんのやつ、そう今の映画って画質いいんだなって思った。なんかそれで紙紙っていうかなんかぼやってなってて、それが良かった。点と線、清張のやつ T シャツにしたい言ってるだろ。蒲田でロケやってた。だってね、蒲田があれだもんね、キーワードだもんね。蒲田の方は今日はみたいな、それでハッてなって、あの鉛、そして蒲田、うん、
ムムムってなるやつでしょ。あれ良かったよ、めっちゃ。カバタじゃない、カメタか、え、どうだっけ、なんかで、あんま覚えてないけど、なんだよね。島根なんだ。へえ。でもなんかああいうさ、なんかすごい昔のさ、シチュエーションの映画見るたびにさ、なんか電車で移動してんの見て、うわこれ東京から例えば大阪まで行くのに今だったらまあさ 2,3 時間あれば着くけど、うわこの時だったらもう1日かかる勢いなんだな、大変だなとか思いながら見ちゃう。映画見たいなぁ。青い島に終わったらなんかアマプラでなんか見ようかなぁ。ユミリンに青島緊張するわって言ったら、やばい困った困った、やばいの通り越してやばいってきてる。確かに前日リハいらなかったのはかわいそう。なんか本当にユミリンさ忙しいよね。だって今日さサイン会やっててさ、で明日本番でしょ。なんか合わせもさ、なんか全然1、2回しか参加できてなくてさ、かわいそうなんだよね。でも自分が来なかったわけじゃなくて仕事で来れなかったからさ、ユミリンのせいじゃないしさ、でも不安じゃん普通。でもユミリンはさ、まあずっと楽器やってる人だから全然こっちとしてはね、このうちらリハしてた側としては全然ユミリンいないのは全然あれなんですよ。もうユミリンは どうせっていうか、ユミリンは絶対にできるから全然大丈夫大丈夫みたいな感じなんだけど、やっぱ本人はすごいさ、もうごめんねってなってるからかわいそうなんだよね。全然こっちは心配してないけど、でもやっぱさ、でリハで自分みんなはやってるけど自分は出てできてないってなったら不安だよね。でも絶対大丈夫、上手だもん。私ずっと楽器やってる人だから大丈夫だよ。うん、かわいそう。本当にハードだからスケジュールが、やっぱ写真集出したばっかだからね。でもやばいだね、7枚目のリリースとかぶってなくてよかったね。これで7枚目も今月とかだったらもうてんややんやだったよ。滝田さんのお宅もハード、確かに。ユミリ推しの人はもう本当にそうだね、東京行って広島行って山口行ってみたいな。確かに、でも本当ファンの人って偉大だって。そんなさ、一人の女の子のためにさ、そんな日本全国駆けつけてくれる人 いないよ本当に。いや私誰のためにだったらいけるだろうと思うけど、なんかまだそんな、例えば土日月3連休として土曜日は広島で、月曜火曜日曜日は東京で、で月曜日は大阪ですとか言ったらさ、本当に全部来てくれる人とかいるじゃないですか。
全部来なくても別にそれは応援度合いが違うとか全く思わないけど、来てくれる人もいるんですよ。そう、本当に本当にファンの人って本当に偉大。すごいよ。だから私も毎回その何かね、サイン会とか握手会とかライブとかまあいろいろありますけど、トークショーとかね、毎回そのかそれで来てよかったって思ってもらいたいから毎回全力でもちろん頑張るけど、でもなんか私が頑張る以上にファンの人もめっちゃ頑張って来てくれてるから、いつも本当になんか福ちゃん見て元気もらえるとか言ってくれるけど、私もみんなに元気もらってる。で一緒に旅行してる感じだよねツアーの時とか。そう、いやもちろん一日でも来てくれたら嬉しいけどさ、行けない日があるのは当たり前だけど、さんまさんが今日大阪で明日仙台とか言われたら恋人でも行く人なんだけど、オタクは行く。確かに確かに仙台か、仙台か、仙台はちょっと考えたことなかったな。一回しか行ったことない。でも確かにさんまさんすごいね。確かに恋人でも行かないか。そっか、恋人に明日仙台に一緒に行こうって言われて、確かにえちょっと私パスでってなるよね。で次の日じゃあ大阪で会おうねって言ってパスでってなる。確かにそういう話を言っていた。確かにそうなんだ。モーニング娘。ですに行ったやつ。あ、そうなんだ。え、さんまさんすごい。確かにさすがさんまさんだね。恋人でも行かない。確かにやっぱファンの人ってすごいんだ。さんまさん、あ、じゃあ皆さん、あなたはさんまさんが認めた男ですね。女ですねすげえすげえすげえ。すごいね。じゃあさ、今日ユミリンのさサイン会東京だって行って、明日ライブに広島の KBB にもしユミリンのそのサイン会の人がいたら、ユミリンの恋人以上の人だって思う私。あ、でもユミリンのサイン会誰がいたか分かんないから無理だなあ。ユミリンに聞こう楽屋で。ねえ、さっきライブで昨日サイン会に行った人いるって。いるよ、行く人結構いるよ。マジ？結構いた、もういた。ダメだ、うちのルームでこんなにいるんだったらもう結構いるわ。すごい、もう絶対幸せになってほしい。ファンの人って、私が幸せにするけど、私が幸せにするぞって気持ちでアイドルやってるけど、本当にもうファンの人幸せになってほしい。福ちゃんがっていうか、もうそれはもうみんなよ。強いな。じゃあみんなのことも、みんなのことまた連れ回すね私も。連れ回していい？じゃあいつか今度また
釣れますよ。毎日移動会で大変じゃん。いやまあそうだけど別にそれが仕事だから、私そのやりたくてやってる仕事だからさ、まあ、でもそっか、やりたくてやってる仕事だからさって言うけど、みんなも推しに会いたくて来てくれてるのか。じゃあお互い様ですね。お互い愛が強すぎますね。どこ連れてこうかな、みんなのこと。今幸せ、よかった。なんかとんでもない場所とか行きたいな。でもなんか意外と九州の方とか行ってないから、九州の方もちょっとやってみたい、行ってみたいな。その福岡まではよく行くけどさ、何大分とか熊本とかあんまり行ったことないから行ってみたいし、 STU で東北も新潟と仙台しか行ったことないから、あー仙台も一回行きたい。私一回しかさ、その仙台行ったことないけどさ、その忘れられないんだよね、宮城の素晴らしさが。札幌行きたい。行ったことない都道府県ある、ある、いっぱいあるよ。行ったことある都道府県言って言うね。じゃあ行ったことあるのは長崎、佐賀、沖縄、福岡、大分、山口、広島、島根、岡山、愛媛、香川、徳島、高知、兵庫、京都、滋賀、大阪、奈良、三重、愛知、静岡、山梨は行ったことないな。愛知、静岡、神奈川、東京、埼玉、千葉、新潟、宮城、北海道、鳥取行ってないね。行ったことある、と通過とかは覗いてる以上か。だから西は全然行ってるんだけど、西行ってないのだからね、鳥取と石川、福井、富山、岐阜、長野あたりは行ってないね。山梨も行ってないね。九州はなんか熊本も鹿児島も宮崎も多分行ったことあるんだけども、記憶がないから。日本海ほぼ見たことないかも。東北地方はもう全然、宮城行くくらい。東京から応援してます、ありがとう。島根は行ったことあるんだけどね。佐賀も行ったことある。福島、茨城行ったことない。新潟は STU のライブで行きました。だから結構東日本を全然その行けてなくて、プライベートでも仕事でも。そう、だから行ってみたいですね。西日本は結構行ってる。東日本行きたい。しかも寒い時に行きたいな。東北 ST のたくさんいる。あ、そうだよね、いるいる。なんか東北の方もいらっしゃるから来てってよく言ってくれるんだけど、もう決めれないからさ、うちらが
行きたいですって言うんだけどね。いつかは全国ツアーガチの47都道府県全国ツアーができるぐらいになったらいいなと思うけど、なかなか難しいよね。でも今度のツアーで秋田行けるから、そのツアーがいつになるのか知らないけど、行きたい。サララオ、もうない。買ってないの、なんかね、どっかのプライベートブランドの、ね、薬局の安いやつにした。シャンプーだけ買ってキュッと忘れた。シャンプー今エッセンシャルさんが大量になるからあげたら1個、めっちゃいいよエッセンシャル、いい匂いだから、匂いが好き。家事で一番ストレス解消に効果あるよ。そうなんだ。香水、香水は結構最近集めてる。なんか言うてつける機会あんまないけど、なんか香りがいい匂いのもの好きだから、結構匂いフェチかもしれない。香水は結構集めてますよ。でもそんなつけることはない。なんか持ってると嬉しい。金木犀の香りは持ってないな。なんか今流行ってるよね、金木犀。金木犀。チームサプライズを思い出します。
前で練習するなんてプロ意識高すぎって。いや、プロ意識高い人は前日に徹夜しなくていいようにずっと前からやるんですよ、スケジュール組んで。まあ寝ないでやるぐらいの着替えでやってますけどね。で、泣かないの。どうまい、そういうこともあるよ。
今喋れないからって言ったのみんなに。今喋れないかなって言ったの。よく充電持ってるな。はあ、あ、洗剤を、新しいリップの。でかい。これはさよなら。果汁入ってそう。確かに。ああ、すっきり。お皿洗いできた。六本木アイドルフェスの見逃し配信明日まで。お。だって。疲れるか。えらい。嬉しい。今冷蔵庫の中もね、いっぱいいろいろ入ってるの。バーナミーシーとかジンジャーエールとかうどんの具材とかカプリコとか卵とかいっぱい入ってるの。安心する。だって食料庫もいっぱいいろいろ入ってるし、多分私物がいっぱいあると安心する人なんだよね。絶対ミニマリストになれない。なる必要ないけど。ストック大好き。買いだめしたい。なんか別に今絶対いらないって分かっててもいろいろ買っちゃう。でもうなくなった時のためにと思って買うじゃん。
だけどそのなくなった時のためにがなくなった時のためにと思って買うからもうダメなんだよね。いっぱいあるんだよね。絶対生きていけるわ私しばらく。明日何歌うの？青春各駅停車歌います。かき醤油言っていいの？明日青春各駅停車歌わなかったらやばいじゃん。ツアータイトルだからバレた。やばい言っちゃった。青春各駅、明日のライブは青いひまわりなんだっけ。青春各駅停車始発駅ケーブ B 編。あ、言っちゃった。青春各駅停車やるんだって言っちゃった。サングラスですって来て一緒だね。やるんだ。意外でしょ。意外も意外でしょ。というわけでランキングを読んでいくかな。ランキング見ます。カンナ、今日のまあ、癒しをありがとう。こちらこそありがとう。福ちゃんから毎日ハモキファミキチ買って太りたい、そして裏でチキン野郎来たよって呼ばれるんだ。え、ちょっと待って、急にどうした？急にどうした？チキン野郎どうした？急にびっくりしたんだけど。このシリーズじゃあよろしく。これから僕の妄想シリーズよろしく。みなしげ、明日こちらもドキドキしながら見守ります。見守ってて、もう子供の発表会の気持ちで。かんず、ありがとう。近いし、ありがとう。金松先生、コールセンターの福ちゃんに説教されたいぞ。お客様、私は喋りたいからって私のシフトの時間を狙ってかけていくのやめてくださいませ。かんちゃん、ありがとう。テレビー、ありがとう。ぶーちゃん、長い時間ありがとう。めっちゃ可愛いし、ファンのみんながついてるし、明日も大丈夫。ゆっくり休んでね。おやすみ。おやすみ。そうだね、大丈夫だね。チロ、明日も温かい目で見守りますので、よろしく。頑張れ。頑張ります。みけちゃん、ありがとう。にゃん。トーモ、ありがとう。ナッカー、ありがとう。というわけで、皆さんありがとうございました。私が福田バーテッドスタージーって言ってください。アニアスト福田はスタージーさんのルーシャーなんで決まりいた。香川県出身のきちゃんこと福田赤井でした。スター青いひまわりのライブです。まあでも今日もそのレッスンで、そのレッスン見てくれる人がいるんですけど、もう上手になったねって言ってもらったし、大丈夫って言ってもらったし、みんなで
もうその3周4周年コンサート3周年コンサートの時から目標にしてた、てか最初からか目標にしてたライブを明日いよいよできるので、もうみんなも信じてお互い頑張ってやろうと思います。タレンコは睡眠ゼミです。のきのき怖ー。てか今から一人ファッションショーしなきゃ、何の服着ていこう。ありがとうございました。またね。バイビー。Cookie.